北関東自動車道、絹川、日産自動車栃木工場を群察。2008年3月30日撮影北た、関東自動車道と日光散々来た、関東自動車道は、群馬県高崎市の高崎ジャンクションから、栃木県の東北自動車道を経由し、茨城県ひたちなか市のひたちなかインターチェンジへ至る、高速道路である。略称は、北関東道、 北関東自動車道建設促進規制同盟会が公募で決めた愛称は北韓群馬県前橋市、栃木県宇都宮市、茨城県三戸市と、利根川以北にあたる北関東3県の県庁所在地を通過している。高速道路ナンバリングによる路線番号は、東水戸道路、日立中有料道路とともに E50 が割り振られている。 国土開発幹線自動車道としての北、関東自動車道は、以下の通りとされている。高速自動車国道の路線を指定する政令による、高速自動車国道としての北関東自動車道は、下記の通りとされている。関越自動車道と東北縦貫自動車道、常磐自動車道を結び、北関東の東西軸の強化を目的としている。水戸南インターチェンジから、 ひたちインターチェンジまでの区間は、高速自動車国道に並行する、一般国道自動車専用道路で、一般有料道路の東水戸道路で、整霊場は、北関東自動車道の一部分にあたる。また、整霊場の北関東自動車道の終点である、ひたちインターチェンジから先は、地域高規格道路の水戸外環状道路が、中島で指定されており、ひたち有料道路が、 日立ち港インターチェンジまで開通している。以下では、東日本高速道路管理の高速自動車国道の道路名としての北関東自動車道について述べる。国道50号の混雑緩和と代替保管並びに、所要時間短縮の目的を担い、同国道におおむね並走するルートで建設されたが、 北関東三県庁所在地を直結する機能を担う目的から栃木県も岡市佐野市間は国道50号から北部寄りに大きく外れたルートを取り宇都宮市南部を通過し津賀地域で東北道に接続する。水戸方面と高崎方面を行き来する場合は岩船ジャンクション栃木津賀ジャンクション間で東北自動車道と道路を徴用する。他に 関越自動車道、常磐自動車道、東関東自動車道の3路線とジャンクションで接続している。宇都宮水戸間は2008年12月20日に全線開通、宇都宮高崎間は2011年3月19日に全線開通した。主な建設目的は国道50号の混雑間は関東地方北部の 東西連絡道路としての機能沿線の工業を、はじめとした産業の発展しと、東京で重大災害が発生した時の、迂回路としての機能の4点である。全域間開通時から、片側2車線で最高速度は、時速100キロメートルである。高崎ジャンクション大滝流インターチェンジ間と、栃木津賀ジャンクション毛海インターチェンジ間は、田園地帯を通過する。 なだらかな区間である。一方、大滝流インターチェンジ岩船ジャンクション間ともうか、インターチェンジ友部べインターチェンジ間は、丘陵地帯を通過するため勾配やトンネルが多い。北関東道は、群馬県から栃木県を経由して、茨城県へ至る道路の特性上、上下線との表現ではなく、西行、東高での表現となっている。 サービスエリアパーキングエリア北関東道にはパーキングエリアが5カ所設けられておりサービスエリアはない。橋江パーキングエリアにはコンビニエンスストアがあり開業当初は再業が西オン投稿がミニストップであったが2018年8月31日をもって西オンとして営業をしている店舗は全店舗でローソンへの転換が完了し 株式会社セーブオンは、ローソンのメガフランチャイジーとなった関係で2019年現在、西行きは、ローソンとなっている。大田剛吉と PA は、商業施設とガソリンスタンドがある。ミブパーキングエリアは、パーキングエリア自体は無人だが、ハイウェイオアシスとして整備されており、隣接する、道の駅ミブの各施設が利用できる。また、 笠間 PA には2010年12月21日に商業施設及び沿線唯一のガソリンスタンドが設置された。大田津義と PA が共用されるまでは、北関東道経由で東北道関越道、上信越道を利用する場合は、最大で 170km 程度給油施設がない状況となっており、北関東道分岐に近い東北道、関越道、 上信越道の各 SA の手前や友部インターチェンジ付近、笠間 PA 手前には、給油を促す看板が設置されていた。スマートインターチェンジを併設する、大田剛と PA については、以前から計画があったものの建設が凍結され、橋へパーキングエリア及び佐野 PA の状況を見て、再開か否か検討されることとなった。 その後来た関東道の交通量が予想を大きく上回り、東日本高速道路も周辺パーキングの混雑状況の調査を開始したことを受けて群馬県を呼び、大田市は計画を再始動させ建設再開を要望。2017年度に供用開始予定となったが、後に延期され2018年7月28日に供用開始された。また、 もーインターチェンジ桜川畜生インターチェンジ間に5行、川 PA を設置する予定があり、一部施設が着工されたが凍結されている。こちらも栃木県が早期整備を要望している状態である。主なトンネルトンネルの数ハイウェイラジオ未部、パーキングエリア内ハイウェイラジオ案内コールサインは、ハイウェイラジオ北関東道と放送される。 ミブパーキングエリア内のハイウェイラージオは高速道路施設上で珍しいミニ FM 方式を採用している24時間交通量道路交通センサスより一部データを抜粋して作成当該区間の開通後半年間の24時間平均交通量は27,500台その他の区間でも大幅に増加いずれの区間も新規開通後には先行開通区間でも 県庁に交通量の増加が見られる。渋滞土曜日や日曜日、祝日の夕方には西行きが、友部ジャンクションと、栃木津がジャンクションを先頭に 5km 以上も渋滞する場合がある。また、関越道、東北道、常磐道の渋滞が、北関東道まで伸びてくることが多い。下記の高速バスが、北関東自動車道を通行する。 東北自動車道との重複区間を含む、なお、全線が、法定速度となっている、他の高速自動車国道に、伊勢湾岸自動車道がある。ありがとうございます。